はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回はフルモデルチェンジを行ったスズキ新型スイフト、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。2023年12月コンパクトモデルのスイフトが5代目に進化。パワートレインは全車同じく 1.2 リッターのガソリンエンジンにマイルドハイブリッドの組み合わせ、先代と同じかと思いきやエンジン、CVT、さらにはハイブリッドシステムまでリファイン。その走りを今日はじっくりお伝えしましょう。ではどうぞ。はい、ということで今回はフルモデルチェンジをしましたスズキスイフト、こちらの試乗インプレッションをお届けしたいと思います。今日もですね、スズキ京都自販の桂川店さんにご協力を得まして撮影をしております。ありがとうございます。というわけで今日借りましたのはハイブリッドの MZ グレード、お値段約217万円となってます。内外装編も公開しますのでぜひ合わせてご覧ください。でまずシートポジションですね、リフターもついてるし、これ前のスイフト私も乗ったことありますけども、ちゃんとですねチルトとテレスコがついてるっていうね、ここも偉いかなと思います。ポジションが非常に合わせやすいです。じゃあスタートしていきましょう。さあまずは動力性能とかそういう部分じゃなくて運転がしやすいかどうかっていうね、まあ、前の4代目のモデルもですね運転しやすかったと記憶しています。まあ、小さいながらにしっかり見晴らしも出してあり、で今回乗ってるこのモデルチェンジした5代目スイフト、これに関しても確かにウィンドウは結構寝てます。でここのボリュームもそんなにないです。でも見晴らしは全然悪くありませんし、まあ、この斜め前方はですねピラーとあとはドアミラー一体となってですね、ちょっとこの辺りは死角はありますけども、まあまあ慣れちゃえばねその辺もおそらく問題はないかなと思いますし、パッと乗った時になんかものすごくですね視界が悪いなっていうそんな感じは受けないので、前方視界いい感じ、横のスクリーンも結構大きいですし、後ろはね、あ後ろは C ピラーのところは結構もうパネルでガラス部分がね少なくなってるなっていう印象がありますから、まあ、この辺りは全方位モニターつけるなりして、まあ、視覚を減らしてもらえればいいんじゃないかなと思います。そして皆さん気になるパワートレインですよね。今回 CVT あとはマイルドハイブリッド、この辺り含めて新しくなりました。実際に今までは 1.2 リッター4気筒のエンジンでしたけども、今回は Z12E 型と呼ぶ3気筒の自然吸気の 1.2 リッターエンジンに変わっております。スペックとしてはエンジンが82馬力 108Nm で、そこにマイルドハイブリッド、これが入ってますけども 3.1 馬力の 60Nm となってます。まあ、このユニット構成っていうのは前から変わっていませんけども、実際にエンジン新しくなってですね4気筒から3気筒になってますので、そもそもで軽量化が図られてます。まあ、スズキの車といえば非常に軽くてですね、それがもう走りにも現れてますけども、さらにエンジン軽くしてきたというところです。で内部蓋を開けてみると細かい部分ですね、触媒であったり ECR バルブ、こういった部分もリファインしてきたというところで、実際に燃費性能も高めてあります。で CVT、 これ無段変速機入ってますけども、これもね改良されてるんです。まあ、新しいものになってますけども、大きく言うとトランスミッションとエンジンの間に入っているダンパー、 CVT ダンパーですね、これが低剛性化されています。なのでよりですね燃費を高めてあり、振動特性を減らしてあるというところで、このあたりも改善ポイント。さらにさらに、すいませんちょっと技術的な部分ばっかり喋ってますけども、言っちゃうと MHEV マイルドハイブリッド、このユニットに関してもですね変わっていまして、スズキとしては国内初のものになります。 ISG モーター付きの発電機ですね、これが容量アップしています。さらに回生ブレーキっていうのがこうアクセルを離した時に入るんですけども、これのキャパシティも増やしていますので、より効率的に回生ができる、まあ、そういったこのシステム構成にアップデートされてます。なのでパッと聞くと前と一緒じゃんと思うんですけども、
いや、実はですね、結構変わってるっていうことを最初にお伝えをしました。じゃあ実際に走らせてどうかというところです。まあ今巡航速度だいたい 4,50 キロで普通に走ってますけども、正直言うとですね、いいなと思うポイントと若干気になる部分が今いくつか見られます。まずいいなと思うのは、今だいたいですね1500回転くらいでこう巡航しますけども、3気筒特有の振動っていうのはほとんど感じません。で、音もこんな感じです。非常に振動特性抑えてあり、ノイズもかなりこう少なめにセットされているような、そんな印象を受けますので、ここはですね3気筒に、まあ、そのシリンダーを減らしたと言ってもあんまりこうネガは感じないんじゃないかなと思います。一方でですね、ちょっと気になったのはブレーキ踏んだ時の回生の入り方が若干雑かなっていうのは感じます。結構ですねシビアにこのコントロールをしないと、まあまだパッと乗った段階ですけども、ちょっとギクシャクするなっていう印象を受けました。キャパシティは増えてるけども、なんか扱いやすさが若干犠牲になってるんじゃないかなっていうのは今感じました。発進はだいたい2500くらいでこうスーッと加速をしていきましたけども、このあたり日常的な運動性能、動力性能、このあたりはおそらく問題はないと思います。ただ坂道走ってると、今アクセルの踏み込みに対してもうちょっとパワー出てほしいなっていう感じは受けますので、すごくですね余力がある感じではない、発進時でもたつく印象ではないけども、こう過度になんかパワーが有り余ってる感覚っていうのは、まあ、排気量もそうですし、そもそものねやっぱりこのパッケージがどちらかというと普段の走りも気持ちいいけども燃費もある程度求めてっていう、そういうエンジン、パワートレインコースになってますので、まあ、程よくパワーが出てるという印象です。ちょっとアクセルを中間レベルで踏んでいきます。おー、いいですね、いいです、いいです。何がいいかってやっぱり CVT ですから、踏んだ時の反応性がいい、さらに回転数3000ちょっとまで回ったと思います。しかしあんまりこう車内に響いてくる音圧がですねあんまり高くないというか、あとブルブルした感じが伝わってこなかった。で、程よくやっぱりパワーが出てますので、気持ちいいし、前モデルよりある意味こう上質なパワーフィールになったんじゃないかなと思います。いい感じですね。で、あとここ再発進しますけども、ここはですねベルトで再発進させますので、始動ショック見てください。いきます。はい、この程度です。そして最初モーターアシストが効きますので、スーッと再発進をしてくれます。やっぱこれもですねいいですね、まあ、特にこういう小型の車はシティコミューターとして普段使いする方本当に多いと思います。その中でですね、まあ、再発進繰り返すとなった時にブル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 ショックが出るとやっぱりですね気になるし、まあ、ストレスにもなるというところです。ですがこの Swift MHEV モデル、まあ、今回全車 MHEV ですけども、 Swift に関してはですね滑らかに再発進をしますので、このあたりも上質感を感じられる部分かなと思います。いや、いいじゃないですか。なかなかパッケージングとしては私はねいいなと今感じてます。あ、でもスムース、うん、回転上昇も程よく抑えてあります。なんかそんなにアクセル今中間レベルで踏みましたけども、ぐわーっとエンジン回転数が高まってうなり声だけで全然進まないっていう感じではなくてですね、ある程度抑えつつ程よく走っていくっていう、なんかそんな感じですね。バイク危ないですね。で、あとブレーキホールドついてます。これも今回からつきましたね。いやー、スペーシア同様についにスズキにも
この時代が来たかというところです。なので実際に入れましょう。スイッチポシッと押すとですね、これでホールドオンです。信号待ちの際にペダルからこう足を離しても車は止まった状態をキープしてくれる非常に快適な装備です。まあ、これがついたから私もですねスペーシア買おうかというところで職種を伸ばしたわけです。でスイフトにも同様についたという形です。ここのですね再発進はもうちょっとですねスムースにやってほしいかな。例えばこれだったらホンダのね車の方がスムースな印象はありますので、まあ、この熟成の域っていうのはまだまだこう達していないところはあります。ただ機能としてつきましたからそこはですね非常にいいところかなと思いますね。さあこのブレーキタッチですね、こんな感じですね。すごくですねブレーキのことを考えて踏んでいくと、まあ、なんとかカックンブレーキは防げます。ただ普通にですねこうそこに集中せずに踏んでいくとちょっとカクカクしちゃうんじゃないかなっていう印象があります。なので今回ブレーキもこのコントロール性とかを改善してるらしいですけども、ちょっとですね私はそこはあんまり見て取れないかなっていうのが正直なところですね。多分皆さんもこう乗って加速めちゃめちゃスムースとか、まあ、あとはこの車のしっかり感とか感じてもらうでしょう。しかしブレーキ踏んだ時になんかこうカクつくというか、思ったより最初踏んだ時の初期制動がですねきつく出る印象がありますので、思ってる以上に浅いところでコントロールしてあげた方がこうスムースに滑らかに止まれるかなとは思います。でシステム構成としてはこれフロントベンチレッテッドのディスクブレーキで、リアディスクブレーキになってますけども、これリアがディスクブレーキになるのはハイブリッド MZ 最上級のグレードのみとなっております。いやでもここスムース、でもエネルギーフローを見てるとエンジンだけの出力ですね。もうちょっと踏むと、あーでもエンジンだけですね。これモーター入ってるかと思いましたけども、エンジンそもそもの出力が滑らかでしっかりトルクが出てるのかもしれません。これモーターから力出たらバッテリーの方に行くんですかね。はい、あちょっとアクセルグッと踏みますね。あでもこれでもエンジンだけだ。でもちゃんと回線の方は出てますね。あちょっとよくわかりません。イメージしてるところで言うと、例えば今坂道ですけども、この辺りでもモーターアシスト、あ今入ってますね。あ今は入るんだ。この入り方がちょっとねよくわからないというか、ちょっと読み解けない部分ではありますけども、今入ってましたね。でも入ってようが入ってなかろうが加速はね非常にスムースです。であと回転上昇を抑えてあるっていうのも個人的にはいいなと思ったポイントです。ちなみにですねステアリングホイールの奥にパドルシフトがついております。これもハイブリッド MZ グレード専用装備になってまして、 CVT ですけども手元でシーケンシャルシフトを楽しむことができる、まあ普段使いでこうね楽しく走ることもできます。さらにはワインディング入った時に減速をさせるっていう際にも役立つ機能ですから、ぜひですね MZ オーナーの皆さんはこれ活用してほしいなと。お危ない危ない。ぜひですねこれは MZ オーナーの皆さんは活用してほしいなと思いますけども、ちょっと引いてみましょう。今2速3速4速、まあ、レスポンスはですねこんな感じです。まあ、ものすごくこうシャキシャキ変速する CVT ですけども、シャキシャキするっていうとトヨタのですねダイレクトシフト CVT がありますけども、そんな感覚とは違ってまして、っていう感じでこう滑らかにある意味スムースにシフトをつないでいくっていう感じですね。
なのでここのですね、この変速の変えるところはそんなにこうスピーディーには行うという感じではなさそうですけども、まあこれがあることでさっきも言った効果が得られるという形になってます。さああと乗り心地です。シートの印象と含めてお伝えしてまいりましょう。まずシートはですね、かなり小ぶりです。私もそんなにこうガタイがいい方ではないですけども、それでも結構フィット感あるシートになってますので、まあある意味日本人体型に合わせたシート形状になってるかなというところです。ホールド性も良くですね、結構今背もたれは起こしてますけども、サポート性が良くで、クッションのこの性能なんかも程よく硬い印象がありまして、このあたり嫌味はありません。いやむしろね、これだけホールド性のいい B セグメントのコンパクトカーってあんまりないんじゃないかなと思いますね。皆さんおそらくこう検討される中に、まあ、前にありますヤリスであったり、あとはフィット、マツダ2などなどあると思いますけども、このフィット感はナンバーワンかもしれません。それほどにこう脇腹のサポート性もいい感じです。でクッション適度に硬いと言いましたけども、今回ですね、実はサスペンション周り、まあ、今回はスタビライザーも含めてですね、新しくまたリファインされております。実際にこれバンプストップラバーって言って、底付きを防ぐためのブッシュみたいなものが入ってるんですけども、これはより長くですね、さらにたわみ特性を高めてるというところです。なのでよりそこで乗り心地を良くしてあります。しかしやっぱりスイフトといえばハンドリングマシーンですから、ここは欧州仕込みで鍛えてありまして、今回 FF ですからフロントにスタビライザーが入ってまして、これのねじり剛性を高めてあります。なので乗り心地も良くしてますけども、ハンドリングも忘れていないというところですけども、まあちょっとね、そのあたりは後で見るとして、乗り心地です。これね、驚きました。今だいたい法定速度50キロなので、そこに合わせて流してますけども、やっぱり程よく締まってる印象はあるんですが、路面のザラザラ感、このクラスにしては随分抑えてあります。いやーこれね、そこにまず驚きますし、細かい部分もですね、ちゃんと吸収してる印象がありますので、いや前のモデルより明らかにこのコツコツした動きは減ってます。滑らか、まあ、国道9号で舗装されてるとはいえ、やっぱりですね、大型トラックも走りますから路面はですね、ちょっとこう波打ったりしてますけども、その波打った感じ、トントンとしっかり抑えるんだけども、不快なコツコツ感は抑えてあるなっていう、そんな印象今受けてます。で大きい入力、ストロークスピードが速くなってくる領域では、まあ、やっぱりですね、ハッチバック特有のこのストロークがあんまりない感覚がありますので、そこでは一瞬ゴツッと入力は入りますけども、でも腰にくる感じではありませんので、乗り心地もこれね、先代より進化してますし、ライバルと比べても遜色ないこの快適性のある乗り心地かと思います。いや、シートヒーター熱いですね。熱くないですか？熱くなります。切りましょうか。結構ね、座面の部分がもう熱々になってますけども、そんな話はいいとしまして、いや乗り心地本当に驚きました。ストローク感もね、あのガツッと入るシーンはもうちょっと欲しいなとは思いますけども、それ以外のところではしっかりと、まあ、ストロークで吸収してますし、いやダンパーもいい仕事してると思いますよ。まあ、底付きする領域まで今はね、上下動が出てませんので、そもそもの足のセッティングがなかなかこう柔軟に動いてくれて、でも欧州車的にピタッと止めるっていうね、そのバランスがしっかりと確保されております。で形式としてはフロントがマクファーソンのスラット式で、リアはトーションビームになってます。あーいいね、トントンと、ほんといい車に乗ってる感があります。まあそりゃホイールベースがですね、先代同様に2500mmアンダーというところでそんなにありませんから、やっぱりですね、この全体の動きとしては
結構ビジーな印象はありますけども、でもそれはもうあくまでこうディメンションが生む乗り味であって、足回りの印象は素晴らしく心地がいいです。まあでもブレーキタッチね、ある程度こう速度出して、この辺りのコントロール性はいいですね。最後の抜きの部分とか、まあ、ここ回生ブレーキも入りますので、思った以上にね、本当初期のところでグッと効きますから、慣れれば大丈夫ですね。私も今だいたい15分から20分程度乗ってるだけですけども、だんだん慣れてきまして、最初本当ね、横断歩道人がいるからと思ってちょっと強めにこうクッと踏んだら、グッてもう前にですねノーズダイブするような動きが出て、おこれはちょっとブレーキうんと思いましたけども、だんだん慣れてきて印象変わってきましたね。そしてですね、静粛性、このクラスにどこまで求めるのかっていうところですけども、あのですね、決して悪くありません。まずギミックから言うとですね、今回このフロア周りに結構高原水の接着剤を使ってあります。まあ、もちろんボディ剛性、乗り心地の向上にも寄与するアイテムですけども、それ以外にやっぱり変なきしみ音、ビビリ音が出ませんので、これですね、おそらくフロア周りに入ってるその接着剤のおかげで静粛性高まってると思います。でロードノイズもこの程度なんですよね。まあ、ものすごく静かっていうわけではありませんけども、でも B セグで考えたら十分な静かさあります。ただ横方向はやっぱりこの対向車とのすれ違い音、まあ、はたまたこうトラックが追い越す際の音、こういう部分はですね、まあ、そもそものこのドライバーとガラス、また車とのね距離が近いっていうのもありますから、結構こう耳に届く印象ではあります。高速域の風切り音とかはちょっと検証してないので分かりませんけども、気になるとすればやっぱりその横方向のウィンドウから侵入してくるノイズかなと思います。それ以外は私はね、これ決してレベルは低くないと思いました。あーでも加速スムース、いや3000回転くらい回してもうならないっていうのがね、ちょっとほんとびっくりしますね。うなってるんだけども、うまくやっぱここもね、ダッシュインシュレーター今回板厚アップしてますので、うまく抑えてますね。あ、それでいうとフロアカーペットも今回最適化されてますから、この辺りもフルモデルチェンジに伴う進化点でございます。まあ、あとハンドリング見ようと思いましたけども、まあここ国道ですしちょっと交通量多いですから、あんまりこう左右には振れません。軽くだけ振ってみましょう。本当ね、10% も分かってるかどうかっていう領域ですけども、でも車のしっかり感はね、もうステアリングを握った瞬間から感じますね。今回もですね、先代同様にハーテクトっていう軽量光合成なプラットフォーム採用してます。なので実際に車両重量は950キロ、この軽さを誇ります。エンジンだけじゃないですよ、マイルドハイブリッドっていうモーターであったり、バッテリーを積んでいながら1トン切りを達成してるっていう、まあ、このあたり本当鈴木素晴らしいなと思いますけども、実際にその軽量光合成なボディがですね、しっかりと仕事をしてまして、また今回電動パワーステアリングも EPS これ味付け変更してるらしいです。より滑らかにというところですけども、このあたりの手応えもですね、個人的にはちょっとしっかり感が増していいかなと今感じてます。うん、この低速域からしっかりと反応する感じ、程よく重いっていう印象がありまして、いい感じ。これね、ワインディング走らせたいですけども、京都だったら嵐山なの高尾パークウェイ持っていきたいですね。ちょっとこれ走らせてみたいなっていう感覚を今覚えております。さあ、そんなこんなでしばらく走ってきましたけども、まあ、あとご紹介程度に、今回運転支援、さらに先進安全機能、ここがアップデートされてます。大きなトピックですね。実際に運転支援としましては、この今乗ってる電子パーキングブレーキがついてる MZ グレード、これは
アダプティブクルーズコントロール、停止保持までする全車速追従機能型になってます。これはね EPB がついたおかげになっております。さらに車線維持支援システム、こういったものも入ってます。なので運転支援としてはもうレベル2、この高いところしっかりと確保されているというところです。まあ、さらに安全機能でいうとデュアルセンサーブレーキサポート2、まあ、こういった機能が入ってますけども、スペーシアにも入っているものと同じですかね。新しく搭載されました。実際に車だけではなくてですね、歩行者、自転車、バイクなどなどあらゆるものを検知して衝突被害軽減ブレーキが作動する形になります。まあ、あとは交差点対応したり、右左折時のね歩行者を確認したりと、まあ、そういうシーンにも対応している高性能なユニットになってます。じゃあラストに皆さんお待ちかねかもしれません、燃費を見ておきましょう。多分野村さんもドキドキしておられると思いますけども、実際に今回の市場で出た数値になります。リッターあたり 20.8 キロになりました。いいですね、いいです、いいです、いい感じでございます。いや、やっぱこれがねスズキの本当にすごいところで、まあ、今回3気筒のエンジンで軽くして、そもそものプラットフォーム軽い、また細かい部分でフリクション低減などを測っていますので、実際にこれだけのいい数値が出たと、 M ヘブモデルで、まあ、これだけ出てくれたら十分ではないでしょうか。しかもね京都っていう結構交通量の多いところを走ってこの数値ですから、ほんともっと郊外でスーッと走れたらより伸びるんじゃないかなと思います。で、実際にカタログ数値、これは今回試乗している CVT の MZ グレードで WLTC モードが 24.5 キロとなってます。実はこれ仙台より 10% ほど向上しているというところで、まあ、このあたりも先ほどご紹介したメカニズムが効果を発揮しているポイントになります。というわけで今回はフルモデルチェンジをしましたスズキの新型 Swift CVT モデルをレポートしてきました。まあ、実際にですね桂川店にはもう試乗車もありますし、皆さん乗りたいということであればぜひ店舗へお越しください。非常にいい車でございました。というわけでスズキ Swift 試乗編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。